こんにちは、エバリーでーす。こんにちは、エバリートークルーム魔法の時間第10回始まりました。記念すべき第10回ですね。2024年の1回目です。皆さんお元気でしたでしょうか。前回が8月だったので、ね、サボってます。なかなか半年ぶりでございますが、今日は初登場のメンバーを加えてお届けします。自己紹介をお願いいたします。どうぞ。はい、ピアノの森夏乃です。よろしくお願いします。お願いします。ユーフォニアム&バリトンの正木孝則です。おー、社会人の山野昭彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山野さんの声初めて聞きました。コンサートの普段喋らないからずっと喋らないずっと喋ってる。むしろ人となりをね、ここで知っていただければと思いますけど、コンサートでのね、あのホールのコンサートではもちろん、アウトリーチコンサートでもおなじみの3人かと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。あ、まあでもね、今自己紹介いただいたんですけども、せっかくなんで、あの聞いてくださってる方に向けて一言元気なご挨拶をもう一度、じゃあ森さんから何かあれば。いつもあのエバリーのコンサートを聞いてくださってありがとうございます。あの皆さんの楽しそうな笑顔から私もとってもいつも元気をいただいてます。ありがとうございます。すごいこの短い時間ですごい学級委員長のようなお言葉をいただきました。まさきさん、どうでしょうか。この後じゃあ学級副委員長がいつもエバリーの応援ありがとうございます。とっても僕も、楽しく活動させていただいており、皆さんのおかげで本当に、いつも元気をもらっております。これからもパッションで頑張っていきたいと思いますので、ダブルパッション、ダブルパッションで頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。山野さん。はい、いつも応援ありがとうございます。尺八という楽器はね、もしかしたら馴染みのない方多いかもしれませんが、いい機会なんで、ぜひとも尺八をいっぱい聴いていただけたら嬉しいなと思います。さすがですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、そんなこんなで、じゃあ今日はこの 1,2,3,4,5,6,7 人で大状態だ。おすごい。ちょっとだけトークしてみたいと思います。エバリー魔法の時間スタートです。お便りコーナー。まああの半年も経って、半年じゃないか、半年だよね、約半年半年経ってるので、まあ、嬉しいメッセージをいろんなところでね、いただいてるので、ちょっと紹介してみたいと思います。はい、一つは YouTube のコメントなんですけれども、ゆうこさん、60年前に卒業しました。わお。コロナ禍でできなかった同窓会を3人で我が家でします。効果聞かれて嬉しいです。すごい、ございます。今ね、エバリがあの YouTube で毎日伺った学校の効果を録音して、録画して YouTube にアップしてるんですけれども、最近ね、この感じのコメントが多いんですよ。あ、そのもうご卒業された方が聞いて懐かしむっていうような、そういうニーズがあるってことだね。どっちかっていうと、その学校の子たちに向けて録画してたつもりなんですけど、今650動画ぐらいになっていて、そうするとおそらくどっかにね、紐づいていくんだと思うんですよ。日々の積み重ねがね。そうすると全然そのコンサート聞いてなかった人も YouTube でご覧いただいてるみたいで、いや今同窓会みんなでしてて、はい、あのちょっと学校の名前をネットでやってみたら効果が出てきたので、みんなで歌ってますとか。すごい、すごい。この手のね、そういう子たちにこう、そういう楽しみ方をしてもらえるのはすごい嬉しいですよね。ハッピーでね、思いもかけないところだけど。自分の小学校の効果って覚えてます？歌えたような気がします。でも僕小学校、空って歌えないかなって感じ、僕は。あ、歌えない、歌えない、なんかあのー、あんまり、あんま言ってなかったから。ああもうその時から言ってたんだけど、だからなんか記憶が薄いですね。ほんともやがかかって思い出そうとしちゃう。大東京の朝空って大東京の朝空ってかぐわしくね、すごいな、ね、見ようさくら歌えるけどね。効果がね、まあ、エバリーの YouTube ご覧の方はあのご存知だと思うんですけど、いろんな学校のいろんな校歌をいろんな形で演奏してるので、うん、見ていただけると非常に何やら楽しい、うん、何やら楽しいこんな効果があるんだっていうね。一つ裏話しておきたいんですけど、はい、いいですか。あのいつもこう譜面を
楽譜をこういただいて演奏してますけれども、はい、こうメロディーだけしか書いてないっていうのが結構あるんですよね、うん、でこうだろうというこうコードをあてがってるわけで、うん、だからそれがオリジナルのものだったりすることも可能性としてはあるんですよね。そうですね。いつもどうい う, こう楽譜が出てくるかわからない中、よくそんなにねたくさんの効果を演奏したなと思って、うん、あれ結構そのまま弾くと難しいですよね。難しいです、ね、なんかいや弾きづらいね。効果って特徴的なコード出てくるよね。いきなり半音上のコードみたいな、ドミナントなんかなんなのか、だいぶ昔に作ったものが多いからね、なんか古い感じの作り方が多いから、やっぱ少しコードを変えてあげて聞きやすい感じに変えたりするけど、でもやりすぎると子供たちが分かんなくなっちゃうから、ギリギリのラインをこうね。いやいつも学校にコンサートに行った時にすげえなーって思ったりしてたので、裏話として話したかったです。ありがとうございます。いろいろやってます。いろいろやってます。そんなところも注目して引き続きご覧いただけると嬉しいです。はい。続いてこちらはメールで直接いただいております。はい。ありがとうございます、岡本さん、いつもありがとうございます。岡本さん、いつもありがとうございます。皆さんこんにちは。雪の季節がやってまいりましたね。ちょっとね、前にもいただいてるそうですね。まだでも降ったりはしてます。そうね、降ってる地域で、ね、はい、これお名前言っていいんでしたっけ。これでもラジオにメールいただいてるんですよね、はい、いいんじゃないですか。いいんですかね。たつきの母です。はい、たつきのお母さん。先日愛知県で開催された障害者技能大会アビリンピック全国大会に初出場しました、ね、全国大会で助け君が、うん、助け君ね、頑張ってる、うん、緊張で眠れない中迎えた本番は全国レベルの高さに圧倒され、焦りから練習通りの力を発揮することができないまま終えました、うん、それでも最後まで諦めずに頑張ったたつきに励ましをお願いします。周りの方の親切がありがたくいい経験になりました、そこでリクエスト曲はスカッと爽やかオープニングスカイをお願いいたします。あったっけな探しますね。PS 去年は長野でコンサートがなく、とってもとってもとっても寂しがっています。あ、嬉しいですね。今年こそはぜひいらしてくださいね。それではいいんだっけ、ね、大丈夫だな、向こう出してるから。そうですよ、行くから、うん、それではお体を大切にお過ごしくださいね。たつきくんすごい頑張ったと思います。なかなかね、周りがいる環境で練習できない中で大会とかに出るとね、周りがどうみたいな、すごくね、うまく見えたりとか、あ、ある、見える、すごく見える。僕らでもきっと一緒のことで、うん、ね、自分だけでやってることと周りに人がいた時に自分の能力が発揮できないことってあるんですけど、そうですね、ただでもそれを経験することによって次は周りがどうあっても自分のやれることをちゃんとやろうっていうところに行けるので、その経験は必ず役に立つと思います、うん、なので今回の頑張りはちゃんと自分の中で頑張れたこととして大事にしてもらって、これからも頑張りましょう。僕らも頑張るので、はい、ネハン先生ありがとうございます。たつき君お疲れ、頑張った、夏休みも頑張ろう。そうだね、素晴らしい、うん、あとは SNS であった一つなんですが、はい、こちら小一の子たちが授業で、はい、新入学の子に教えたい1年生で楽しかったことベスト3を書いてたんやけど、これ関西の方ですね、エバリーさんのコンサートをと挙げていた子が結構な確率でいたから、エバリーさんってすごい、音楽ってすごいって思いましたと。あ、すごいよね。しいな、もう全国の1年生に届けたいですね、はい、面白いね。一番楽しかったんだもんね、うん、ベスト3が、うん、ベスト3のうち入ってんだもんね、うん、大きなことですよね、はい、それではここでリクエストをいただきました。オープニングスカイ、
それではエンディングコーナーとなります。まあ今日はねちょっとトークを繰り広げてみましたが、まさきさんいかがだったでしょうか。はい、初出場、ね、初しゃべり、はい、ということで、いや本当にもうワク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 しながらダブルワク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 楽しい時間を、過ごせました。また、はい、もう本当にこんな嬉しい メッセージたくさんいただけて、もう心は温まっことになると思ってなかったので、とっても本当に嬉しかったです。はい、ございます。またね、次回出演していただいて、たくさんお話しいただければと思います。楽しみにしてます。2024年もコンサートが全国各地で展開されます。今後の予定を五郎さんお願いします。はい、じゃあまず最初に予定があります。あ、俺か、そうか、そうか、それそれでも、あ、なのか、これなんかアップを早くしなきゃいけなくなっちゃう。剥がしてギフトカード番号確認。アマゾンギフトカードなんでしょうね。おお、すごいね、アマゾンギフトカード新しいね。素晴らしい。何でも好きなものを買ってください。ありがとうございます。アマゾンギフト5万円入ってる。あいいな。ありがとうございます。おめでとうございます。本当に皆さんのおかげです。何歳になったんだ私。45歳。はい、では今後の予定ですが、3月17日、立川より今年のツアーが始まります。イエイ、ね、その後福岡だったり埼玉だったり練馬、武蔵野、仙台、小金、東京、文京シビック、すごい、名古屋、横浜で、あとホームページ出てませんが、さっきの長野、長野、うん、でもうすぐホームページに出しますけど大阪、おいで横浜の大ホールも決まりました。覚えられない。イエス、イエス。こんな感じなので、うん、あとね、大人コンサートも今年は東京、そうそう、横浜、はい、埼玉と3カ所でやるので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしてま す,、はい、ます。お便りの宛先、ゆっきお願いします。はい、番組へのお便りリクエスト、中曽根藩のお悩みコーナーへのお悩み内容の宛先は info.evary.jp@gmail.com までお願いいたします。長いので概要欄にもアドレスを載せておきます。お便りどしどしお待ちしております。お待ちしてます。それでは森さん、一言どうぞ。一言、では皆さん、あの、今日のラジオ聞いていただいてありがとうございます。次のラジオも楽しみにお待ちください。おい、ではまだね、寒い日もあります。寒暖差が多い毎日ですので、くれぐれもお体には気をつけてお過ごしください。またお会いしましょう。エバリーでした。バイバーイ。バイちゃん、バイちゃん。